波動音の音が鳴った瞬間避ける。スマジャ戦でもやるので軽く肩鳴らしにいいね。今回はベテランのミニボスとグリフォンについて、どちらもそんなに変わらない難易度だと個人的に思います。最初倒れやすいのは鳥の方ですね。鳥は常に爪で引っかいてくる。爪攻撃を受け続けると出血ダメが増えます。ガードだけで耐えてるため、今どんどん上がってる。注意したいのがグリフォンが飛行してから出血ダメージが残ってるので、攻撃がないからとヒラさんに放置されると倒れます。 HP が高くてもきつい。自己回復と爪攻撃を転がって避けるといいね。鳥が降りてきたら再開です。鳥の爪攻撃を避けてみる。立ち上がったら重攻撃回復のチャンス。スタミナがなくなってくるので薬やウルト使って避けます。ほとんど爪を食らってないので先ほどとダメージが全然違う。今1300ちょっと、さっきは6000とか超えてたね。ダメージが少なければ自分のシールドだけでなんとかなる。次の回避に向けてスタミナも欲しいのでサイジックの回復を使い休んでおきます。内政と熟考のどちらか、好きな方で。完全な形で次を迎えるね。次はウェルキナーのことを。レレクエンの重攻撃が変わっていて、今のように走りながら出した後雷が発生する。普通の雷は当たると気絶する。距離があってもこの一撃目が当たります。最初あんな遠くから当たると思わず倒れたこともあったね。次の攻撃をバッシュ。重攻撃はかわせますがその必要はないかな。ガレン上は分かりやすい重攻撃と、剣を突っ刺した後 AOE が出るのでバッシュ。円環の範囲を出すので周りに触れないように、出る時に転がってますね。ノーマルでもやってた氷範囲が発生したら誰かが受け持つとか、基本的なことは省いてます。シロリアの後半は少し注意で、剣を掲げ飛ぶと移動する炎範囲を出します。着地点にいると危険。広がっていく範囲も見ておきます。鳥の炎で皆が集まる時によく食らってるのを見かけますね。ブクラウドのミニボスとグリフォンの相手はこんなところです。スマジャ戦は次にでも。それでは